はい、皆さんこんばんは。雑学部講師のゆりです。本日はベンチャーリンクという企業のエコ清水というテーマでお話をしていきます。その前にベンチャーリンクという名前を聞いたことがあるかどうかという話になってきますが、残念ながら現在の若い方は知らない方がほとんどだと思います。今 4,50 代という方は名前くらいは聞いたことはあるんじゃないでしょうか。このベンチャーリンクという会社、1986年に小林忠という人が創業したのですが、何をしていた会社なのかと言いますと、主にフランチャイズのプロデュースを行っていました。フランチャイズとは何かがわからない方のために意味を説明しますと、フランチャイザーから商品やサービス、経営者になるためのノウハウなどの提供を受けて加盟店として事業を運営するビジネスシステムのことを言います。ちょっとわかりづらいですかね。最近だと大阪王将が従業員から告発されるという事件がありましたが、あれもフランチャイズ店での出来事です。例えば飲食事業を始めたいけれども、ノウハウやブランドを持っていないという理由で参入を渋っている会社があるとします。そこで大阪王将が加盟店料を払ってくれたら、うちの看板とノウハウを貸してあげるよということで、お金を払ったおかげで飲食店ノウハウのなかった会社は大阪王将の看板と商品を使って商売ができる。これがフランチャイズの仕組みです。ちなみに大阪王将事件があったことで、フランチャイズ出店をしていた会社はフランチャイズ契約を解除することになってしまいましたよね。これは大阪王将が守ってきたブランドや信頼を損なうことをしたからと言えるでしょう。これもまたフランチャイズの特徴であると言えます。さて本題に戻ります。今の話でフランチャイズの簡単な仕組みが分かったと思いますが、ベンチャーリンクはこのフランチャイズサイクルの中で何の役割を果たしていたのかと言いますと、主にフランチャイジーと加盟店をつなげる役割と、フランチャイジーにノウハウを提供する役割、この2つを担っていました。ここで少し違和感を持たれる方もいらっしゃると思います。加盟店にノウハウを提供するはずのフランチャイジーがどうしてベンチャーリンクからノウハウをもらうのかという疑問です。ベンチャーリンクは主に伸びしろはあるけれども、経営において資金面やノウハウ面で不十分な店を開拓していってました。こういった現場の従業員の回し方や顧客の増やし方、どうすれば加盟店が増えるのかということを知らない店にノウハウを教えることで、伸びしろのある店を成功した店に押し上げていったのです。フランチャイズ業界では一般的にこういった指導を SV、スーパーバイジングと言います。そしてその伸びた店、伸びしろのある店に加盟してくれる人を探す営業、店舗を構える土地の開拓といった業務もベンチャーリンクは行っていました。社員にとってそれはかなりきつい営業をしていたようで、大量のテレアポに半ば不法侵入ともいえるテナント調査、浅草にあったこの会社は真夜中でも決して電気は消えることなく、定時という概念が存在しないような働き方で有名でした。これがベンチャーリンクが不夜城と言われていた理由です。しかしこれが功を奏したのか、とてつもない勢いで急成長を始めたのです。最初に大きな成功を収めたのは皆さんも知っているあの店、そうサンマルクです。快進撃はまだまだ続きます。自動車のガリバーにタリーズコーヒー、銀の皿、焼肉の牛角、これ全部ベンチャーリンクが育った店です。どれも知らない人がいないような有名チェーン店ばかりですよね。こうした業績でベンチャーリンクは東証第2部上場を果たし、広がったネットワークは果てしなく、提携金融機関数196、加盟会社9万社というありえない状態となっていました。まさに時代をかき回す風雲児の名を欲しいがままにしてきたベンチャーリンク、育てた店は現在でも全国各地で営業していることから、その力は絶大と思いたいところですが、なんと2012年に破産しました。えって感じですよね。本当に破産しました。理由は結構言われておりまして、よく言われているのは、お客さんが加盟店料を払ったのにテナントが見つからずにずっと開店できないといったことや、単純に満を持して加盟店として開いた店舗にお客さんが入らないことで苦情が相次いだということなんですけれども、実際にそれは本当にありました。ですが倒産に至るまでの決定打ではないです。本質的な原因はもっと別のところにあります。これが大きく分けて2つありますので、1つ目から順を追って説明していきますね。まずさっき言ったベンチャーリンクプロデュースのそうそうたる有名店の数々、今でもこれらのお店は続いておりますし、この動画を見ている方でも一度は行ったことはあるでしょう。実はこれこそが原因なのです。というのもベンチャーリンクの手によって大きくなった会社は業績を伸ばしていって、自社ノウハウができるにつれて、これもベンチャーリンクに頼る必要なくない？というふうに思うようになり始めます。それもそのはずです。全国に自社の看板を掲げた店がたくさんあり、勝ち方も完全に理解した。それなのにベンチャーリンクに高額なコンサル料を毎月納めるなんてことをする必要はなくなったのですから。それに気づいた店側は続々とベンチャーリンクから離れていき、自社の手で全てを回すようになりました。店側はそれでもいいかもしれませんが、ベンチャーリンク側からしてみれば、せっかく頑張って伸ばしてきた店が、はいもういいです、今までお世話になりましたと言って契約解除していくわけですからね。コンサル料が入らなくなることは大きな痛手ですが、店側を引き止める権利まではさすがにありません。泣く泣く利益を手放すしかありませんでした。
これがベンチャーリンク倒産の理由1つ目です。ここからが理由2つ目になるんですが、せっかくそうやったお店に立て続けに独立されてしまったベンチャーリンクは1つの考えに至ります。自分の会社でお店やブランドを作れば独立されないんじゃないかということです。まあ理にはかなっています。自分の事業である以上、売却でもしない限りそれは独立することはありませんので。そういうわけでベンチャーリンクは自社内での新規事業立ち上げに進んでいく決断をしました。はい、もうここまで来たらあとは V 字回復してハッピーエンドみたいな流れになりそうなんですけれども、実はそうではないんです。むしろこれが破滅への決定打となりました。新規事業を立ち上げることになったベンチャーリンクは、その大量のノウハウを駆使していろいろなビジネスを始めました。7つの習慣という本はご存知でしょうか。この7つの習慣を日本に持ち込んで最初に広めようとしたのはベンチャーリンクと言われています。こうして多くのビジネスを始めたわけですが、なかなか収益に結びつかない。それもそのはずです。ビジネスにおいてスタートさせてすぐヒットして大成功というケースは非常に稀で、どれも基本は赤字の期間はあれ、地道に伸ばしていってようやくうまくいくかいかないかということが当たり前となってきます。そんなことをいくつも行っていったので、ベンチャーリンクの資金はだんだんとすり減る一方で、ついには2012年に破産してしまいました。平成初期に日本の飲食業界を席巻し、上場して1株あたり数万円を誇った企業でしたが、最後は上場廃止で民事再生手続きに至るという、まさに栄枯盛衰でございます。ここからはベンチャーリンクが破産した後の後日談なんですが、屋号というか法人格自体はまだ今もあります。どうなっているのかというと、破産した後に村上ファンドに買収されて、名前を C&I ホールディングスという投資会社にされてしまったそうです。やはりこういったかつて A が誇った会社の法人格というのは、それだけでバリューがありますので、法人格だけ買収されてしまったということです。これで完全にベンチャーリンクが消えたというと、そうではなくてですね、当時の子会社が独立して今でもそれは続いているそうです。さすがに当時の超絶ブラックな労働までは行っていないようです。下手したら死んでしまうので、まあ、これに関しては良かったとも言えるべきでしょうね。はい、というわけで本日の講義は以上となります。次回の講義は、3回勝ったらやめられないディアゴスティーニの恐るべき心理戦略というテーマでお送りいたします。面白いと思ってくださった方はチャンネル登録、高評価、今日の感想をミニレポート、コメント欄で提出してください。ご視聴ありがとうございました。